では録画開始します。5番目、セイウチ。かわいい。アザラシ。愛をお金で買えないけど、セイウチお金で買える、買えるかわからないけど。カワウソ。大セイウチ当たらないと防げない。それマジで言ってんの？セイウチは大切なものをですね、あなたの時間です。おしっぱでポトンって出ちゃうのか。それからポップコーンになった。まず左側が起きてポップコーン。ね。あちゃ。ね。ポップなミュージック、ポップなミュージックってか、あれ曲ないの？
オーメントシステム。うん、あなぜ作ったし。割られるブッチって何？あ、こっからなんかさ、桁おかしいのね。慣れ増やさないと倍率って上がんないかって。あ、下の方って倍率悪いね。かぶった。味方の雲を止めることもできるのか。
あ、惜しい。これは対戦ゲーでやりたいとこだけど、やる人がいないし、CPU 戦しかなさそうだね。今のは普通に対人戦を作った方が面白そうだね。で、なんか来たよ、ついに。なんだろうな、なんだよ。あ、これ右側の残り回数書いてない方が良かったんだ。右の回数書いてない方が良かった。満足したぜ。正しい称号獲得したってなんだよ。全部10回かよ。いや、これ手が疲れるだけだ、これこれは手が疲れるだけだ。違うじゃん。確かにエクストラだけどさ。もう全部逆にやっちゃえ。満足したぜ。もうこう獲得したは何だった。アチーブメント県代表1ゲーム。なんで実績が40個もあるんだこのゲーム。作りすぎだバカ。あ、てかエクストラのせエクストラゲームは3つもある。満足じゃね。に割りましょう。
いや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 、これさ、永久にってさ、終わんないじゃん、これ。永久にって、どうすんだよ。あ、こんにちは、セイブチさん。そこそこ、そういう要素なの。あ、道がなかった。潰される。一の一、一の二、一の三ってさ、そのさ。クリア、Thank you for playing じゃないよ。1ワールドしかないんじゃないか。力尽きただろう。スカータゲームっぽいのもいくぞ。しかし、もうすぐ。
感じ配置っすね。ゲームオーバー。 Your score is 1000万点。うん、氷漬けにする、くっけど猛毒にする、ひおじいちゃんと、ろ、金を貯めてから来てね。ちょっと勝敗に行くよ、勝利。よし、金が溜まったぞ。おちょっと入って、5人もテラワロス。レベル1からやってこないとダメか。あ、1回100ヒラリー必要か。ちょっとこの雑魚殺しまくって、ちょっと1回ガチャしよう。
千尋の。儲けや。よし。適当に。負けた。ちょっとあれだな。ちょっとテラバロスぶち殺しまくるわ。しばらくお待ちください。よし、ガチャ行こうぜ。ガチャエキストラガチャ、え、逃走力ステージん？ステージ E の平物パワーを 1.5 倍にする。お金も貯めてからですね。あれ、あ、 G じゃないとダメなのか。通常ガチャ10回。ステージなんて書いてあるの？あ、ステージ U。ステージ A。あー！ステージって横のことか。ストップパワー、ジャンプパワー、スイープザパワー。何が強いのかね。すべての総パワーを100にする。すごいな。一番高いパワーを2倍にする。各パワーの下一桁が0の時パワーを2倍にする。すべてのパワーを100倍にしない。各パワーのその一桁の数字によって変動させる大体悪い効果。ね、ラプラスの悪魔見られてしまった。へ、グレートウォール、すべてのパワーが100倍の100ん、すべてのパワーが100の倍数の時にパワーを100倍にする。あー、100倍にしないって下手い策なのか。下手絵作に絵があるのね。100の倍数の時にパワーを、これさ、レア度とかわかんないよ。スイーパーを 2.5 倍する。さあパワーを 3.14 倍にする。どれが強かったかな。エケはなんか横の、あ、ちょっとじゃあ受けにしてみるか。悪い効果。あと普通に、あ、
一番高いパワーを2にする。ヒヒヒヒヒとかでいいよね。火はつく。負けた、火はつく。さっき勝てたのに。ちょっと火はつく弱い。選んだら負けた。何がいけなかったんや。ヒヒヒヒは。あ、間違えた。勝った。ヒヒヒヒは。ゴールドは右か。えひひひは適当に勝った。来たわ、俺の時代来た。ランク4。木をてらえ。早く行くよ。負けた。4万パワーじゃダメか。鏡の持ってないよ。ヒヒヒワが来るの。ゲームを終了します。オートセーブです。配信になると。はい、次、オールロードトゥアドベンチャー。
ベルを上げる何のためにあんだあれ。いや、レベルを上げるのあれ時間かかるな。ちょっと待って、そう。あ、で時間ってあれなのか、あ、でゲーム内時間なのか。15時間やったのか。縛りプレイしちゃったよ。このゲームぬるいな。装備0個で装備出しで魔王を倒したよ。プレイ時間がやばいことだった。俺これ名作だと思う。あのクリックゲームでリメイクして俺のさ何気にあの装備を持たず15時間でかなりのさいい記録だったじゃないこれマウスでちょっとリメイクして。ありがとうございました。今回 RTA は9時間でしたね。10時間やっと切りましたね。マジ一瞬セグチだ。あ、でもパッ
パッドじゃないとあれか、選択してる感がないか。俺別にこのゲームクリックでもいいと思うんだけどね。終わり。ああ、名作だわ。ちょっと2作ってよ。ロード・オブ・アドベンチャー2作ってよ。
タイピングゲー。つかめたくなっちゃった。あっ、あれ、これじゃない俺、タイピング必要だったの、このゲーム。
え？バグっちゃった鮭ってなまってるかな、あんた。ちっけえのごねえな。よく見たら あれ鮭じゃダメなんだ。鮭じゃないダメなんだ鮭は鮭じゃないダメなんだ。来た、はい、数の子数の子？数の子だったんだ。あとはこの辺に来るタコを釣れば。ベータ版か。あ、ニコライさんがついに来た。ついにニコライさんが来た。あ、吹雪ってどうやってるの？時期でいけ。ちゃんとあの、読めテキストがありました。読めテキストが書いてありました。厳格な審査の上、この地球へ旅立つ豚が決定しました。彼の名はビッグ・プロビデンス・ニュージャージー・イベリコ豚です。では彼から来たと。この豚が、豚をクリックした部位によって攻撃が変化します。誰だよ。
かさ、もうさ、バリアとかさ、撃とうとするとさ、バリアとか使おうとすると、あ、使った後話せばいいのか。ボスって攻撃できたんだ。しゃった。超ブルブルしてる。きた。パロディウスじゃねえか。あれ、痛い。うちで買ってる。なに？いったのに。なんだよこの微妙なアレンジ。俺こいつ見覚えあるぞ。
帰ってきちゃったの。振りすぎだよ。耐えらんない。あ、耐えらんない。よし、おい、何気にグラディウスアレンジがかっこいいのよ、ラスク。もうダメだ。本当に言うないよ。抱いてかっこ悪い。あ、主題歌入ってるぞ。ということで、はい、次、CCS ラスト、なんですが、CCS の日本の夏。いや、ちょっと待って、冬だから、冬だから。冬だからタイトル画面ぐらい、タイトル画面ぐらい作りなさい。はあ、ということでね、 CCS とりあえず一通り終わりました。録音停止します。